For your safety, please stand behind the yellow line. ただいま南浦和駅に来ております。私はこれからまず大宮に行き、高崎を経由して信濃鉄道のもうすぐなくなる115系のなんていう名前でしたかわかんないんですけど、この列車を録音取材したいと思います。それから行ってまいります。笑ってる人います。ただいま大宮駅に着きました。これから高崎線に乗り換えて、多分高崎行きが終点でしょう。この駅に向かって新幹線に乗ります。昨日は新型コロナウイルスという、ね、感染症により県外移動は自粛してという期間でしたが、昨日付で解除されましたので、もう一気に楽しみます。いやー、約2年ぶりでしょうかね。信濃鉄道を経営します。今私が使っているソニーの HDR-AS50 なんですけれども、このカメラはリモート機能というものがありまして、イメージングエッジモバエッジモバイルイメージングエッジモバイルという機能みたいです。まあその機種だけにしか使いませんけどね。まあ、そもそもソニーのミラーレスカメラなんて買わないですし、なんで A マウントを捨てちゃったのかっていうのは理解できませんが、コニカミノルタもソニーに譲渡しないでクラウドファンディングでもやればいいんですけどね。ここはちょっと愚かだとは私は個人的に思います。足元にご注意ください。
現在高崎駅にいます。この前の列車に乗った16両編成の E4 は間もなく引退するという話で、ということはその16両もなくなるということなので、今後は貴重なものになるでしょう。
は左側。ただいま妙高高原駅に着きました。名古屋市に向かう次の列車が止まっているんですけれども、あの車両は制御装置が更新されているため一本見送ろうと思います。なので一旦この駅で下車いたしますので、
農工公園駅にはなんか融雪路みたいなところに鯉がいるみたいですね。これは驚きました。いいアイデアです。この電車は直江市行きワンマンカーです。This is a one driver operated train bound for 直江市。
Thank you.
場合がありますので、ご